背書き文明背書きとは、仏教における法への名称である。または、背書き界の略称。画期道で苦しむ主生に食事を施して供養することで、またそのような法へを指す。特定の先祖への供養ではなく、広く一切の諸精霊に対しておさむされる。背書きは特定の月日に行う行事ではなく、総院では毎日おさむされることもある。 日本では先祖への追善として、裏盆会に行われることが多い。盆には、それ以外にも、いわゆる無縁物や供養されない精霊も訪れるため、古外に精霊棚を設けて、それらに施す習俗がある。これも御霊信仰に通じるものがある。また、中世以降は、戦乱や災害、飢饉等で非業の死を遂げた、死者供養として、盛大に行われるようにもなった。 水死人の霊を弔うために、川岸や船の上で行う、背垣供養は、川背垣と言い,い、夏の時期に川で行われる。服薬、急抜け炎口だら二行によるものである。釈迦仏の十代弟子で、多門第一と称される、阿南尊者が、静かな場所で座禅瞑想していると、炎口という垣が現れた。をえて、喉は細く口から火を吐き、 紙は、乱れ目は、奥で光る醜いガキであった。そのガキがアナンに向かって、お前は三日後に死んで、私のように醜いガキに生まれ変わるだろうと言った。驚いたアナンが、どうしたらその苦難を逃れられるかとガキに問うた。ガキは、それには我らが軌道にいる区の主張、あらゆる根区の主張に対して、飲食を施し、仏法、僧の見法を供養すれば、何時の寿命は延び、 我も、また苦難を脱することができるだろうと言った。しかしそのような金銭がない阿南は、釈迦仏に助けを求めた。すると、釈迦仏は、完全温菩薩の秘種がある。一気の食物を備え、この、家事飲食だらにを唱えて家事すれば、その食べ物は、無料の食物となり、一切のガキは、十分に空腹を満たされ、無料無数の苦難を救い、摂取は、 寿命が延長し、その苦読により、仏道を衝徳することができると言われた。アナンが早速その通りにすると、アナンの生命は伸びて救われた。これが、背書きの起源とされる。一方で、メレン、裏ン業による釈迦仏の十代弟子で、人通第一と称されるメレン尊者が、人通力により亡き母の行方を探すと、下き道に落ち、 肉は痩せ衰え骨ばかりで地獄のような苦しみを得ていた。目の村寺は人通力で母を供養しようとしたが、食べ物は愚か、水も燃えてしまい飲食できない。メレン尊者ンは釈迦になんとか、母を救う手立てがないか尋ねた。すると釈迦は、お前の母の罪は、とても重い。生前は人に施さず自分勝手だったのでが軌道に、 落ちたとして、多くの僧が90日間の雨季の修行を終える7月15日に、ご寄贈を用意して今日を独唱し、心から供養しなさい。と言った。メツナが早速その通りにすると、メレンの母親は、ガキの苦しみから救われた。これが、裏本の起源とされる。この二つの話が混同され、鎌倉時代から、多くの寺院において、 裏本の時期に背書きが行われるようになったと言われる。服役、急抜け炎口だら二行に基づく手法で、池のあぜ、樹木の下などの静かな場所で東方に向かい三尺以下の段を設けて修する。だらにとご如来の名号年授の家事力によって、柿の在象を滅し、気活を除き、天神堂や浄土へと往生させる。 なおガキは夜間に活動するとされるので、日没以降に行う。また、吉祥期である桃、柳、ザクロの側では行わない。本堂内人では行わない。灯明を灯さない。工芸を備えない。金を鳴らさない。呪図をすらない。小裸に神言を唱えない。作法終了後は直ちに後ろを向いて振り返らないなど、独特の禁忌のある作法を本義とする。これらの決まりは、 書きが、吉章目や闘病、工芸、鐘屋、術の音、大声や人の視線を嫌うことに由来する。このような背書き法は、密教系の修行道場では、行者の修行が円満に成就するようにとまいを、行われる。ただし、中世以降は、裏本行事等と集合したことで、背書きは日中に盛大に行われるようになり、蒸気のような禁気のない作法が行われるようになる。 このような方へには、ガキは、直接列することができないので、供養した食物は本義に従って、水中や山野に投じて、ガキ等に施すのを常とする。背ガキは多大な苦毒があるとして、その苦毒を先祖へとエコーする追善として、行われるようになり、これらから、裏本行事となっているが、両者は混同してはならないとされる。密教大辞典、仏教辞典、 ありがとうございます。